どうもこんにちは、たまちゃんです。さて次回のパッチ 1.1.1 ではソーサラーとバーバリアンが特に強化されると言われているので、今回は最近編み出した帯電プラス召喚ソーサラービルドの構成の紹介を行います。まあ、以前帯電ソーサラーを動画にしましたが、そこから改良を行ってますます面白い構成になったので、現在シーズン1でソーサラーを遊んでいるという方や、次のパッチに合わせてソーサラーを使ってみようと考えている方、あるいはどんな構成なんだと気になる方はぜひご覧ください。では早速どんな戦い方になるのか映像でお伝えします。もう前回の帯電ソーサラーと流れは一緒です。もう敵を攻撃することで帯出す電気が散らばります。それを拾うことで帯電ゲージが溜まり、その帯電ゲージが溜まっている状態ですと周囲の敵にビリビリが放たれ、それによって雷スキルのクールダウンがすごい速度で下がっていき、要の奥義スキルとテレポートが絶え間なく使えるようになるというものです。ここに召喚3種を合わせることで召喚数が最大15くらいになって、もうダメージ倍率がどんどん上がっていきます。さらに召喚の攻撃がヒットするとフロストノバのエンチャントが発動し、そして奥義スキルによって大量に発射される召喚のライトニングスペアがもう画面中の敵をスタンさせまくるという構成です。もうド派手です。でここで次のパッチ 1.1.1 は今週末の金曜日の開発者ライブストリーミング後に予定しているとのことで、もうすぐ来るか、もしくは開発具合によっては少々伸びますと先日発表がありました。でそのパッチではやけくそと皮肉られるくらいの強化が行われる可能性があります。もう理由としては先日の大型バランス調整が飴と鞭でいうところの鞭が多く、それで炎上してしまったため、もうそれを補う以上の飴が与えられる可能性が出てきます。もうこれ強すぎだろうくらいの内容になるかもしれません。そうすることでもう炎上に加担した嵐トロールたちは沈黙するし、くるっと手のひらを返す人も出てくるわけです。でこのやけくそ強化みたいなアップデートはディアブロ3初期でも結構ありましたね。まあ4は3のようなインフレにはならないようにもしたいとも聞きましたが、まあ次回は底上げがなされるかもしれません。まああまりに強すぎるものが出てしまった場合は、まああらかじめ調整することを発表しておいてシーズン2でまた調整できるわけです。もう先に言っておくというのは心を落ち着かせる期間にもなるので、まあ結構重要でしょうね。でその次回の調整では中でもソーサラーとバーバリアンに強化がなされると明言されており、一番弱いソーサラーが逆に一番強くなるなんてことも考えられます。やけくそ強化によってです。よって今回の帯電召喚ソーサラーはもうド派手な構成なわけですが、ここに強化が入るとどうなってしまうのか楽しみで仕方がありません。ちなみに今回お伝えするのはシーズン外のキャラクターなので、ここにシーズン1の悪性心臓が合わさるとさらに強くなります。もう今シーズン1でソーサラーを使ってる方は今回の構成を基本にそこから心臓を組み合わせてみてください。
で、今回の構成のポイントは以下となります。フロストノバはエンチャント枠。これにより召喚3種がスキルバーに設定可能。ライトニングスピアのランダム2本発射のレジェンダリー。奥義スキル、アンスティブルカレントの追加感電スキル発動のレジェンダリー。操作障害系が他の敵に伝わるレジェンダリー。まあ前回動画にした時、帯電操作らはまだまだ改善の余地がたくさんあったんですよね。今回はその余地を召喚3種で埋めてみて、それが見事ハマった感じです。ではスキル構成から見ていきましょう。まずは基本スキル。これは以前と違う点として、アークラッシュ、これに1ポイント振ってでエンチャント枠にしていましたが、今回はアークラッシュはなくしました。まあ召喚のライトニングスピアで十分にスタンは可能になったので、もうこれは不要です。でスパーク5ポイントは変わりませんが、こちら3つ目の、これ以前撮ってましたね、帯出す電気が発生する、でこれはやめました。もう十二分に別のスキルで帯出す電気は生まれるので、まあこっちのクリティカルヒット率増加にしています。もう手数の多いこの構成はクリティカルが出まくります。で次はコアスキル、これはなしです。以前はお試しで防御用にこのチャージボルトを取っていましたが、まあ今はなくしています。次は防御スキル。まず元素の調和、これは以前言った通り1ポイントまで下げました。もうこれで十分です。手数が多いので発動してくれます。そしてフロストノバ、これはスキルバーにはめるのではなくエンチャント枠にはめます。ここはめてありますね。もうこのエンチャント効果が召喚のためにあるような内容で、召喚の幸運の一撃発生時 30% の確率でフロストノバが発動します。もう奥義スキルを使うと召喚のライトニングスペアが出まくるので、このフロストノバもかなり発動してくれます。でテレポートは以前と一緒です。この3つ目の帯出す電気がさらに2体の敵に命中するので、感電スキルのクールダウン短縮につながります。次は召喚です。ライトニングスペア、現在装備によって10まで上げています。でこの3つ目は、以前はこちら攻撃力アップ、これを取っていましたが、今はこっちのスタン、これを優先しています。もうこれによって画面全体の敵がスタンしまくります。クリティカルヒット率はもう 50% ぐらいになるので、2回に1回はスタンさせることができます。で、アイスブレードとヒュドラ、これもスキルスロットにはめて使うことで、この召喚の達人、これがダメージを上げてくれます。15体の召喚が呼び出されると 15×6 の 90% かけるダメージアップです。ただこの与えるダメージというのは召喚スキルのみなのかどうかはわかりません。もうステータス画面の数値上に反映されないためです。まあこれで他のスキルがね、ちゃんと威力が上がってくれていたらめちゃめちゃ強いんですけどね。でヒュドラはこの3つ目の炎上系を取っています。それによって次のパッシブスキル、それで威力の底上げが可能です。パラゴンボードでもディフェンスアップとかにつなげることができます。でここのマナの盾を以前は防御用に取っていましたが、今はヒドラしかマナは使わないので、これ外しました。で次に達人スキル、まずこの放電は3ポイントから2ポイントに下げました。まあこれでも十二分に帯出す電気は生まれます。まあもう1ポイントくらい下げても良いかもしれません。でヒュドラを取ったということで、ここの3つ、これを威力アップ用に取りました。まあ特にこの暴食の豪華、これが強かったのですが、炎上してる敵に対してクリティカルヒットダメージと、あとさらにダメージボーナスが入ります。
まあしかし先日の調整で下げられてしまいましたが、まあそれでもまだこのソーサラースキルの中ではこれらは強いと言われてますね。でそれ以外はまあ前回と一緒ですね。クールダウン短縮が先日の調整で弱体化されましたが、まあこの帯電ソーサラーはそこまで影響はありません。もうこれでもなお敵の数が多ければこの奥義スキルは途切れなく使います。こちらのこの重要パッシブによって。で次にレジェンダリーを見ていきましょう。まずアミュレットライトニングスピアが確率で2つ発射されるというもので、これは先日強化されて最大 50% アップ、まあアミュレットなので 75% アップになりました。そして次この指輪につけている奥義スキルのアンスティブルカレント、これが 20% の確率で追加の感電スキルを放つというもので、まあこれをつけていることでライトニングスピアが今まで5本くらい発動していたものがもう10本くらいになります。でさらにこのアミュレットのライトニングスピア倍増によってもう15本くらいの召喚数になるわけです。まあこの2つをねどちらか両手武器につけるとさらに数が増えてくるかと思いますが、まあまだ調整の余地があるところですね。あとは兜のこれです。操作障害が別の敵に伝達するというもので、これは 50% の確率で伝播するので、まあほぼ伝わりますね、手数が多いため。で次はパラゴンボードですが、まあこれはまだいろいろ試しているところなので参考程度にご覧ください。まあ以前とほとんど一緒です。はじめは帯出す電気ダメージのグリフで、次がスタンのパラゴンボードで、で操作障害に対する威力アップのグリフで、3つ目のこれは帯出す電気のダメージアップ用のパラゴンボードで、でグリフは脆弱ダメージアップにしています。で4つ目は召喚のパラゴンボードで、でこのレジェンダリーを取りました。まあルート上にあるので取りやすいから取ったんですが、ただ内容は微妙ですね。これは後日強化対象になるんじゃないかな。あとは召喚のグリフをはめています。それによって召喚スキルの持続時間が 20% 増えてますが、まあこれも微妙ですね。10秒が12秒になったところでっていう感じがします。で最後これ変えたのが、これ炎上系のパラゴンボードにしました。これは目的は攻撃速度アップですね。まあこれは召喚のパラゴンボードにもあるんですけれど、攻撃速度アップはこれによって、ちょっともう一回スキルツリー見ますが、ボールライトニングがねすごいダメージを与えるようになるんですよね、攻撃速度を上げると。ただし攻撃速度を上げるとこの表示上のダメージが下がるというね、なんか不思議な現象が起きます。まあむちゃくちゃダメージを与えるので幸運の一撃、まあそれが発生しまくることにもなります。でこの炎上のパラゴンボードでは防御用に取った感じですね。ここら辺のエリートからのダメージ減少とか防御アップ、それと炎上の敵から受けるダメージが減少するというものです。まあビビたるものなので、まあここら辺を取っても難しいナイトメアダンジョンでは今のところ意味がないと言われてるくらい効果は薄いので、まあこれが今後のバランス調整でどうなるのかといったところです。で今回のこの構成の弱点は、球体のバリアのエリートが複数いる場合、こちらの攻撃が届かないためすごい時間がかかります。もう勇気を持ってテレポートで突っ込んで、ですぐに離脱するくらいを行わないとなかなか倒せません。まあアイスアーマーを取れば奥義スキル発動中かなり硬くなれるので、その場合は召喚のアイスブレードを、まあ、外すかどうかですね。硬くなるか威力を上げるか悩むところです。さあ本日は次回来るであろう超強化パッチに備えて帯電プラス
召喚三種ソーサラーの構成の紹介を行いました。もう現在シーズンでソーサラーを遊んでいる方はぜひ参考にしてみてください。もう楽しめること間違いなしです。じゃというわけで解説はたまちゃんでした。